オールドファッションドはアメリカンウイスキーベースのカクテルの名アメリカで作られたとされるカクテルウィンストン・チャーチルの母が作ったという説と1800年代にケンタッキーダービーが行われるチャーチルダウンズ競馬場のバーテンダーが作ったという説があるこのカクテルやミントジュレップを作る時に使うオールドファッションドグラスは毎年ケンタッキーダービーが行われる際に観客に 配られ、それを集めているコレクターがいる。オールドファッションドグラスに、角砂糖を入れ、アロマチックビターズを振りかけて、染み込ませる。氷を入れ、ウイスキーを注ぎ、スライスオレンジ、マラスキーのチェリーを飾る。果物に軽く、傷がつく程度に混ぜ、マドラーを添える。レモニやライムなど他のフルーツも合わせて添える場合も多い。飲み手が、マドラーで、 フルーツや角砂糖を潰し、好みに合わせて味を調整しながら楽しむ。伝説の相場師として知られる、陶器家、ジェシー・リバモアが生前、好んで飲んでいた。ABC クワナ審査監修、カクテルパーフェクトブック P238 日本、文芸社2006年2月25日、発行 ISBN978 から4から537204230。 yyt プロジェクト編、おうちで、カクテル P161 池田書店2007年2月20日、発行 ISBN978 から4から 262129181ABC 等、安行き著、色で弾けるカクテル P126 大泉書店2003年12月18日、発行 ISBN4 から278から 03752X、 AB ホテルパシフィック東京監修カクテル大前 1000P21 長岡書店2008年9月10日発行 ISBN978 から4から522422694広金健事長知識ゼロからのカクテルバー入門 P31 原冬者2002年7月10日発行 ISBN4 から 344900332AB 北村聡 著定番から、人気の焼酎カクテルまで、基本のカクテル P59 世界文化社2005年12月1日、発行 ISBN4 から418053247。ありがとうございます。